焼け残った数少ない木材の一つ、ペシティーゴ火災博物館、ペシティーゴ火災は、1871年10月8日に、アメリカ合衆国中央北部のウィスコンシン州、ペシティーゴで発生した、大規模な森林火災である。合衆国史上最悪の伸びで、約1500人、もしくは2500人もの死者が出たと推定されている。同日に、有名なシカゴ大火が発生したため、 ペシティーゴ火災はすっかり忘れられている。ペシティ語及びシカゴの火災と同じ日にミシガン州のホランド及びマニスティー及びヒューロン湖の南ポーとヒューロンでも大火災が発生したために同時代人及び歴史家が共通の原因に関する様々な説を挙げている。高知開拓と鉄道建設のために森林を開墾する共通の方法は火を放つことである。 テシティー後火災の日、寒冷前線が西から通過したことで、強風化にあった。そのため火を抑えられなくなり、拡大へとつながった。その後、ファイアストームが起こった。ゲットとルッツの言葉を借りれば、ファイアストームでは、少なくとも、火死2000度の加熱された炎が、時速100マイルあるいはもっと強い風で前進した。その火災範囲は、 直径1000フィートないし1万フィート。ファイアストームが森林で噴出するとき、それは空気で膨らんだ自然の核爆発である。ファイアーストームが収まるまでに1875平方マイルが焼け、その地域はロードアイランド州よりも50%大きかった。12のコミュニティが破壊された。正確な死者数は判明していないが、これは地元の記録が 火災のために失われたためである。1200人来死に5 0 0人が命を失ったと考えられている。ウィスコンシン議会への1873年の報告は死者、行方不明の住民1182名の名前を一覧表にした。1870年にペシティンを待ちの住民は1749人であった。350丁の遺体が共同墓地に埋葬されたが、 これは主に死者があまりに多くすべての遺体の身元を確認できる生存者がいなかったからである。共同墓地火災はペシティーゴ川を越え入江の両岸が焼けた。生存者らはファイアストームがファイアホワールを発生させファイアホワールは鉄道車両と家屋を空中に投げ上げたと報告した。多くの人々が火炎から逃れてペシティーゴ川、井戸、 あるいはその他の付近の水体に全身を浸した。溺れ死んだ人々もいれば、また低体温症で倒れた人々もいた。グリーンアイランド灯台は、視界を遮る、煙のために昼間も点灯したが、3本、マストスクーナー、ジョージ・エル・ニューマンは沖合で難戦した。ただし、乗組員は救助された。同時に、別の火災がドア半島の一部を焼いた。偶然の一致のために、 火災がグリーンベイを飛び越えたと不正確にも推定した人々もいた。ドア半島のロビンソンビルではシスター・デルブライズその他の修道所、農夫ら、そして家族らが地元の礼拝堂に避難した。そこで彼らは祈りと少女マリアへの献身に参加した。礼拝堂は火炎に包まれたが焼け残った。礼拝堂に集まった人々は自分たちの生存を奇跡とみなした。 1883年に最初に提出されたある推測によれば、同じ日のペシティ号およびシカゴの火災の発生は偶然の一致ではなく、その日、イリノイ、ミシュガンおよびウィスコンシンで発生した大火災は、ビエラ水星の衝突によって引き起こされたというものである。この説は1985年の書籍で復活し、2004年のアメリカ航空宇宙工学協会への文書で、 調査された。専門技術を有した地域の科学者らは、水星は地表に達したとしても冷たいので、火災を起こすことはできない、と主張し、水星によって出火した火災の信頼収羅報告は、なかった。その上、地球外作用に介せられた、シカゴ及びペシティ号の火災の振る舞いの様々な、側面には、もっとつまらない説明があった。どの事件においても、 出火の外的原因は必要ではなかった。土地開墾その他の原因による多くの小さな火災が乾いた夏の後ですでにこの地域で発生していてあまりに多くの煙を発生させたために主なる火災の前にグリーンアイランド灯台は何週間にもわたって1日24時間点灯し続けた。中西部における火災のみならずファイアストームを発生させるのに必要なものはべて その晩に動いた前線からの風であった。ペシティーゴ火災博物館ウィスコンシン州の国道41号線のマニシのペシティーゴ火災博物館には火災からの人工遺物の小さな収集、事件の一認証形式での説明、そして悲劇の犠牲者らに捧げられたペシティーゴ火災共同墓地がある。火災を記念する記念物は2012年10月8日にペシティーゴ側に かかる橋で封建された。シスター・アデルブライズその他が火災から避難した礼拝堂はナショナルシュライン・オブ・アウア・レイディ・オブ・グッド・ヘルプとなった。この敷地は聖母・マリアの一社であり、そこで訪問者は宗教的な巡礼を行うことができる。風、地勢及び火元の組み合わせは人間の居留地と自然地域の境界における諸条件を 主として表すファイアストームを引き起こし、ペシティンをパラダイムとして知られている。諸条件は、第二次世界大戦中に、アメリカ及びイギリスの軍によって綿密に研究され、ドイツと日本の都市に対する爆撃作戦のために、ファイアストームの諸条件を再現する方法を学んだ。発躍装置によるドレスデン爆撃及びより悲惨な、東京大空襲は、 広島市への原爆投下及び長崎市への原子爆弾投下に匹敵する死者数を出すという結果に終わった。ありがとうございます。